あの人とは丸々が合わなかった。お笑いコンビハイハイの上田浩二郎さんと女優、フードアナリストとして活動している原アンナさんが離婚したことを公表しました。二人の馴れ初めや結婚期間はどれぐらいだったのでしょうか。今回は上田浩二郎さんと原アンナさんの馴れ初めや結婚期間、そして離婚理由について詳しくご紹介しましょう。上田浩二郎と原アンナの馴れ初めは、お笑いコンビハイハイの上田浩二郎さんと女優、フードアナリストの原アンナさんですが、接点がないように感じますよね。そんな二人ですが、どこで出会い交際に発展したのかは気になります。調べてみると詳しい情報がありませんでしたが、二人ともパチンコ店への来店イベントなどの営業に行っていたみたいですね。もしかするとそれが出会い馴れ初めで交際に発展した可能性が高いと思われます。上田さんが11歳年上ですが、事務所も同じ K ダッシュステージということで、何かと共演する機会もあったのかもしれませんね。もしくは事務所で会っていた可能性もありますし、接点はそんなところにあったのでしょう。上田浩二郎と原アンナの結婚期間は、上田浩二郎さんと原アンナさんですが、2020年に結婚されています。結婚当時、上田さんは46歳、原さんは35歳ですね。二人とも結婚について SNS で発表されていました。上田さんは結婚しました。相手は同じ事務所の原アンナさんです。46歳おっさん、やっと原ちゃんにもらってもらいました。まあ好きなんでよかったですとツイートしていましたね。原さんはツイッターで、私にとって最も大切な家族である愛犬たちを大切に思ってくれるところが好きです。家でもうるさいところは嫌いですと発信していました。今後は何事も二人で力を合わせて明るい家庭を築いていきたいと決意していた二人でしたね。交際期間は2ヶ月ぐらいということで、スピード結婚だったのが分かりましたが、実は離婚したのは2022年ということで、結婚期間は2年ぐらいということになりそうです。大人同士の結婚なので長続きすると思いましたが、同じ事務所の先輩後輩という間柄でもありますが、どうして離婚したのでしょうか。離婚理由については下記で詳しくご紹介しましょう。上田浩二郎と原アンナの離婚理由1、2人の価値観の違いがはっきりした。上田浩二郎さんと原アンナさんの離婚ですが、2023年8月にテレビ番組ゴッドタンで公表されました。上田さんが番組内で発表したのですが、実は離婚は2022年8月頃に離婚していたということですね。しかも上田さんが話していたのは、離婚届を提出されていて2ヶ月ほど離婚したと認識していなかったということ。どういうことかというと、離婚届を勝手に原さんが提出していたということなんですよ。そして2ヶ月間離婚していたことが分かっていなかったそうですが、離婚が判明したのは、上田さんの父親が去年亡くなり、その時に戸籍謄本を取った時に判明したということ。この離婚届は過去に2人が喧嘩した時に書いたもので、それをずっと原さんが持っていて勝手に提出したということでした。このことから分かることは、離婚届を提出する前には別居していたということでしょう。そして二人の会話がなかったということがうかがえます。だからこそ2ヶ月間離婚届を提出していたのがわからなかったということですよね。その時点で二人の夫婦生活は終わっていたということだと思いますよ。つまり結婚しましたが、二人の価値観はずれてきたということでしょう。もしかすると最初からあまり価値観は一致していなかった可能性も高いですね。価値観というか結婚観の違いがあり離婚したということでしょう。上田浩二郎と原アンナの離婚理由に、子供ができなかったから。2020年に結婚した時には上田さんが46歳、原さんが35歳でした。原さんとしては年齢的にも子供が欲しかったということですね。しかし二人の間に子供はできず、それが離婚原因になったという噂もあります。子はかすがいと言いますが、やっぱり子供がいないと離婚しやすいというか、すぐに離婚できるとは言えるでしょうね。年齢的にも原さんとしては子供が欲しいと思っているのであれば、離婚する理由にもなるでしょう。ただ子供は一人では作れませんし、もしかすると上田さんが子供は欲しくないと思った可能性もあります。いずれにせよ二人の意見が食い違い離婚したということでしょう。上田浩二郎と原アンナの離婚理由3、犬を愛してくれなかったから。結婚理由として
原アンナさんは、愛犬たちを愛してくれて、愛犬たちも彼が大好きなところですね、とツイートしていましたが、逆に言うと愛犬を愛してくれなくなったから離婚したということでしょうか。原さんにとっては愛犬は大事な存在ということがわかりますが、上田さんより犬の方が好きだったのかも。結婚しても愛犬好きは変わらず、上田さんも犬よりも下に見られたことで、愛犬に対して冷たく当たっていたのかもしれません。自分の大切にしている愛犬をないがしろにしたことで、上田さんに別れを告げたということも離婚理由の一つかもしれませんね。上田浩二郎と原アンナの離婚理由4。居酒屋がうまくいかなかったから。上田浩二郎さんと原アンナさんは、二人で居酒屋を経営していたということ。お店は目黒区にあり、居酒屋、目黒二丁目という店名でした。実はこのお店は2018年から原さんがオーナーとして経営していたんです。そして結婚後は、上田さんも経営者になり、夫婦で経営していたということ。しかし、その居酒屋は2023年3月に閉店したとインスタで投稿されていました。とはいえ、この閉店はもともと閉店する予定だったそうなので、経営がうまくいかなかったから離婚ということではないようです。でも、二人で経営をしていて話が合わず、喧嘩が増えたということは考えられますよね。時期的にはコロナ禍ということもあり、お互い一緒にいる時間が増え、相手の嫌なところが見えたということもあるかもしれません。一緒にいる時間が増えたことにより、喧嘩が増えて離婚するという結末は、ちょっと残念ですけどね。まとめ、ハイハイの上田浩二郎さんと原アンナさんが離婚を発表されました。上田さんとしては寝耳に水ということで、勝手に原さんが離婚届を出したという状況。なので、上田さんは離婚理由についてもよく分かっていないのだとか、そんなことってありますかね。よほど、離婚前は険悪な雰囲気だったのだと思いますよ。もしくは別居していた可能性も高いですよね。2022年に離婚したということですが、勝手に離婚届を提出した原さんに対して卑怯という声も上がっています。また、離婚届の提出時に離婚の意思がなければ有効な離婚とは認められないという意見もありました。無効確認の裁判を経ることにより、無効にできますし、原さんは、電磁的公正証書原本不実記載罪に問われる可能性もあるということ。そう考えると、原さんの独断でやったことですし、上田さんがかわいそうとさえも思えます。離婚するのであれば、きちんと説明してから離婚してほしいという思いもありますよね。上田さんとしては、どうしていいかわからないという発言もありました。しかし上田さんは元妻の原さんには感謝しかないとツイートしており、全然楽しくやっているので問題ないとも発信していました。つまり、離婚を取り消すつもりもないということでしょう。原さんは、今でも上田さんに対して、尊敬する先輩で、頼れる存在とインスタで発信しています。離婚の真相はわかりませんが、お互い納得していれば良いですけどね。事務所も同じですし、顔を合わせることもあるでしょうが、離婚した後も良好な関係であれば問題ないと思います。お互い違う道へ進んで頑張ってほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。